はい、ということで注文もしたので、はい、今日テディベアを1日預かってたんですよ、はい、で、最近、うん、あのバーを始めたんで、うん、バーに最近朝7時ぐらいまでいることがあるの、うんうん、で、その時は家で運転手さんに面倒見てもらってた、うんうん、で、バトンタッチみたいな感じだけど、うんうん、俺も眠いやん、うん、でも帰ってきてからがこいつらの朝なの、うん、だから、俺今日寝れなかった。全く寝れない。マジで？え、ベッドで一緒に寝ても？一緒に寝ても、うん、もうあのご飯の時間が朝早いでしょ、うん、あ、まあ9時とか9時でしょ、うん、で俺も7時に終わって8時に家着いてるから、うん、もう9時なのよ、うん、だからもうめっちゃガリガリこうもう本当にご飯ですよって言ってずーっと言われて本当一回やめてって本当お願いしたの一回やめてって言ったんだけどそれでまた寝るじゃん、うん、そしたらもうリビングの方行って、うん、もうずっと吠えてるの、うん、あんあんあんってだから、うん、ベア本当にやめてってあのもう怒ってる感じじゃないベア本当にやめてもう怖い教師あそう怖い本当に怖い教師本当に怖いお父さんお母さんみたいな、うん、本当にやめてベアっていう感じでなだめて、うん、ベアもちょこっとこっち来なさいってで一回リビングに閉じ込めたの逆に、うんうん、そしたらあの逆に不安になっちゃった、うんうん、なんかやらかさないそれでなんか考えちゃってあやっぱ寝れないと思ってあのもう解放してでもうこいつらこっちに来るんだけど、まあ、お腹減ってるから、うん、もう言われるから、うん、もう分かりましたで朝ごはんあげます、うん、そしたら何が始まりますか、朝ごはん食べたからより元気になりますそれでもうめっちゃ走り回っちゃってでも俺もう寝てない本当に辛かった今日ちなみに本当にこれ本当に辛かったからえ、夕方らへんとかは夕方らへんとかでこいつら 寝るやん、うんうん、一回、うん、それで落ち着いたはい、死に昼寝して昼寝はまあしてないね俺歯医者行ってるから、うん、歯医者の麻酔とかで寝れなくて、うん、今日辛いだから顔に変な汗かいてるあのオールした時のわかるあの嫌なだから臭いのかあれなんかそのオールの匂いするオールのオールした男の匂いです別にこれお風呂とかは入ってたねそのお本当にカラオケオールとかしてるのあれじゃないかなでここの悩みポイントがストロー細すぎて本当入ってこないっていうえ何これ分かんないストロー2本で飲むんだ多分マドラーなんだろうけどこれストローにもなるよう系なんだけど細すぎてね本当入ってこないのチーヤンあちゃんじゃないよチーヤーになったうわハワイ海外行ったからハワイえチーヤーえチーヤーチーヤーチーヤーほぼちゃんやんじゃあ順平には犬飼えないねでも生活リズムが夜型の人は、うん、犬も夜型になってるからあやが早すぎるから、うんまあ、早すぎるから普通なんだけど、うん、俺とは合わないこいつらだから付き合ってもいいけど同棲はできないみたいなこいつらとは本当に感じた犬を飼うって大変なこと大変なことリズムをこいつらに合わせるんじゃない犬中心の生活犬中心の生活になるから、うん、テリーはお出かけするよっつったらこのカゴね、うん、このカゴ見えるかな、うんこのカゴがあるんだけど、アイアンスにあるこのカゴに勝手に入んの、うん、ほら、もう今も入っちゃったんだけどこれね、うん、だけど、ベアがこのカゴに入るのを俺訓練したベア出かけるよって言って俺についてこさせて、うん、ここに指さす、うん、こうやって、うん、そしたら入るようになって、もうお手の物ですでもさっきできてなかったじゃんできてたじゃんでも、あれできてるじゃんいや、できるよねできてなかったまだ覚えたくなまだ覚えたくな俺がしすぎたみたいなやめていやいや、でも俺がしすぎたもんね、ベアね順平たちに預ける前に一回入ったの、ベアで、でも入るようになったのからスタートだからあ、その褒めの言葉は欲しかったのでも俺も褒めてるよ、入ったらすごく順平に預ける前に一回覚えたからそれでも俺預かってから3回クリアしてる始まりはあやからじゃんうんだからあやの犬だから普通に